はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、M1 グランプリ、味噌1グランプリね、とまたやっていくんですけどね。まあね、前回の収録から、ね、ちょっと時間が空いております。まあ、ドタバタ、またしておったもんでですね。で、収録するタイミングね、見計らっておったんですけどね、ツイートいろいろと諦めました。なんかいろいろとうるさいと思いますけど、で、なんか変な格好ですけど、あまり気にしないで進めていきたいと思います。すいません、いろいろとね、準備する時間がねえということでね、もうとにかく夕飯ついでに食って、もうやっていこうということになりました。ということでですね、今日紹介するのが、第4弾になってたっけ、3、5弾になってたっけなっていうところなんですけど、今日は、こちらの方をやっていきたいと思います。じゃんと。丸さんさんの、丸さんさんって言いにくいな。いや、会社名は丸さん愛だ。丸さん愛さんの、簡単お料理味噌ってことですね。そうそうそう。ブランド名は丸さんになってますけどね。会社名は丸さん愛ってことでですね。岡崎行った時には、ここの出してる豆乳を飲んでましたよね。そう。で、飲んでた豆乳を作ってたとか、お味噌も作ってます。で、岡崎の、ね、これなんて読むんだったっけ、二基調でしたっけ、二基調でしたっけね、っていうところに、あります。で、まあ、製造はね、日光商事さんっていう中川区の高畑ですね、のところのやつってことなんでね、高畑はね、ちょっとそのあたりね、これもちょっと行ってきた動画がまた上がると思いますけど、というようなところらへんになってます。あんな感じですいません、いろいろとなりますけどね、あんま気にしないでくださいということでございます。よろしくお願いいたします。じゃあ早速ね、例のごとく福豊かにかけてね、食べていきたいと思います。お、まあ、つなぎも雑ですよ。これね、よいしょ。まあまあまあ、ちょっと雑になってますけどね。まあ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 、こんな感じでね、とりあえず、はい、豆腐ね、いつものごとく用意しておりますと、こんな感じでね、福豊かですね。これはいつもと一緒のやつ。で、お味噌の方をね、早速どんどんかけていきたいと思います。なんか薄つい込んでるけど、あんま気にしないでください。これ三種で買ってきた手間巻きですけどね。もともとね、やろうと思ってね、豆腐は買ってきたり してたんですよ。ただね、なかなかね、夜勤だとね、夜中の4時とかなんでね、終わるのが。そうすると、三種さんね、12時までやってくれてるんですけど、12時ではとてもじゃないけど、間に合わないんで、夜の12時までやってるんですけどね。夜中のね、3時とか4時に終わっちゃうんでね、私の仕事が。そうすると、全然買いに行けねえんだっていうことでね、なかなかタイミングがなかったんですけど、まあ、それはね、なんか煮魚が増えました。気にしないでくださいね。これはね、サゴシらしいですけどね。ということでですね。そう、なんで、夕飯を食べてね、で、よし、おつまみがてらこれを食べてて思ってたんですけどね、夕飯食べたところでですね、疲れてそのまま寝落ちをするという生活が、一週間以上続きましてですね、これはまずいぞと、いい加減収録をしなければということでございましてですね、こういう形で、もう夕飯食べながら先にね、もうご飯代わりにね、まあご飯ありますけど今日は、もう酒のもう飲みながらね、もうやってくぞと、とにかく収録しねえと始まんねえってことで、条件をね、揃えるってね、散々言ってたのにね、こんなありさまでございます。まあ仕方ないということでですね、もう酒も飲みながら、ね、もう酒の味にしながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ雑談もしながらね、やっていきたい。まあこれからそういう形でいこうかなと思います。これだけでね、うんってやろうと思ってもね、まあいい加減、持ちも悪いですね。ね、タイプはこういう感じですね。一引きさんとかと同じような感じの、チューブトップのね、やつでございますっていう感じですね。まあやっぱこの形が多いですよね。よし、では早速かけていきましょう。どうかな、よいしょ。うわ、とろ、とろ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 、めっちゃ、柔らかい。めっちゃ柔らかい。おお、ほぼほぼ液状でしたね。前回が丸屋さん、同じ岡崎のね、味噌ってことでどうかなと思うんですけど、丸屋さんは今も一番硬かったよね。もうほぼ棒状になってね、こうやって出ましたけど、こっちはもう真逆で一番柔らかいですね。なるほど。意外とかけてみると違いありますよね。さあ、早速ね、いただいていきたいと思います。してね、いただきます。さあ、どうかな。それもちょっと無理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 使えるからね。よいしょ。ああ。さあ。ということで、早速食べていきたいと思います。どうかな。味噌としてはめちゃくちゃ柔らかい。これだと多分昨日の味だと大変なことになりそうなぐらい。
まあでも味噌の味はしっかりとしてますね、やっぱし。うん。あ、美味しい美味しい。今日は生姜も刻んでありますよね。うん。うんうんうん、美味しい。うん。ああ、どうかな。かなりトロトロですか。味自体は濃い濃い濃い、あのしゃぶしゃぶ感があるかなと思ったら、そうでもない。濃さはやっぱしあの丸屋さんがダントツで濃いけど、うん、ああ十分濃厚ですよ、美味しいね。うん、なるほどね。うん、あれかな、ちょっと多めに かけたのかけたのかな。かける量はね、別に CC で測ったわけじゃないですかね。どうしよう、よいしょ。はい、これからスタートするとパクパク食べれて進めれるんでいいですね。よし。うん、美味しい。じゃあ、やりますか。いつものごとく、おい味噌いきましょうか。今回ちょっと気をつけてかけないと。で、断面が増えると、今度、あ、ほんと、あっちがかかる。あ、やっぱ、多分かかってる量は多いの方がいいね。トロトロと出てくるんで、結構やっぱ量がかかってるのはかかってるんだろうな。それであれでしょうね、感じるところもあるかもしれません。なるほどな。用途やっぱこんだけ違うといろいろ違い出てきそうますもんね。うん、正直こんなに見た目で違い出ると思いませんでした。声の価格に何が分かるんやと思いましたけど、結構違いますもんね。これも本当にピヤーって溶けてきますもんね。へー、こんなに違いあるもんなんですね。よいしょ。うん。あ、せっかくやから。お寿司も買っていこう。ちゃんと食ってね。もうパパッと編集してね、もう部屋撮りの方はね、ぶっちゃけ編集自体は楽ですからね。うん。あの、外に撮ってきたやつはね、やっぱし音声をいろいろと調整して、まあこっちも多少音声の調整最近も入れてますけど、うん。ただ、全然ね、あの、切って貼ってのね、量が違いますからね。やっぱしあの、ドライブ動画ね、だと、あの、かなりカットするところも多くなります。撮ってる量が多いですからね。あの、回しっぱなしになるんで。ですから、元のデータ見てみると8時間とか、あったりしますからね。うちの場合特にね、延々と撮り続けるんで、まあどうしてもね、元々ね、社会学部でね、文化人類学とかやってましたからね、残せるデータは全て残せっていうね、学問でございますからね、そのイズムのね、やつが入ってますからね。専攻は地域社会学でしたけどね、街づくりとかね、ああいうのを、まあまあ専門でやってたんですよっていう話しながら、じゃーっと書きちゃいましょう。ちょっと多めの方書いちゃいますからね。奮発してさあ、ちょっと巻き見えてるんですね。ちょっと巻きにちょっとわさびつけていただきます。うん、あ、いいな。うん、普通にこの形式で個人チャンネルでやってたニュースをチェックする生放送やってったらいいのか。それで、あっちの番組表を埋めようか。うん。それもありやな。うん、ああ。よいしょ。うん。うまいですね。他の料理があると、また味噌の味が引き立ちますね。いいですね。
見ても本当トロットで、あのほぼ液状みたいな感じですもんね。うん、すごいな。そんなに違うと思わなかったな。そうだ、これね、サコシもね、売ってましたんでね、もう1年ちょっと遅かったんでね、ちょうど半額になっとってね、200円の半額ですか、100円か、ありがたいですよね。で、魚はね、やっぱね、一人暮らしだと作るのがね、大変で、なかなか気を引いた気なんですけど、原川付きやな、魚屋さんの三種はね、やっぱ魚屋さんが強いですからね。いや、トロから剥がしてくれ。サコシって普段買ってね、買わないですからね。そういう機会にね、あー、うめ、あ、いいな、もはや M1 グランプリでじゃなくてただの晩酌になってますけどね、おっさんの、うん、メインはこれですかね。あ、もうかぶれてんじゃん、ダメじゃん。いいや、よし、うん、え、底辺の日本アラフォーの一人暮らしのおっさんの晩酌はこんな感じでございますよ。早めにやってますけどね、あの、また明日も朝の4時起きなんでね、うん、頑張って起きやんとやけど、正直結構疲れてるんで、最近潔よく寝落ちしてるんで、案外朝はちゃんと起きてるんですよね。結構もう9時ぐらいまでには寝ちゃってますんでね、うん、もう着信入っとっても全然起きないもんね。サコシうまいな、結構麺も身もしっかりついてますもんね、美味しいな。で、サコシで終わらしとったらね、メインはこれすごい煮汁がたっぷり入っとるでね、それこそあのご飯とね、ご飯、この煮汁またご飯にかけたら普通に美味しそうだけどな。よし、あとでうどん玉足すかな。うん、サコシって小ぶりになって食べやすいですね、いいですね、こういうのが太いんだ、うん、今あの腹の方からね、あの皮じゃなくて中の方からね、こういうの通って出そうかなと思いました。あんまうまく普段できないんですけど、なんかできるなと思った。ほんと骨が太いんですね。そう、この前、試しにこう、もう、夜中でも買えるところってんで、コンビニでね、売ってる、豆腐使ってみようかなと思って買ってきたんですけど、いつか、時間もあかんかったかな、ちょっとあの木綿豆腐が見当たらなかったんで、試しに金ごし豆腐でね、あのやってみたんですけどね、つけてみとかけてみとかけてみたんですけど、やっぱ結構あのトロントロンってきますよね、うん、味噌かけるならやっぱし木綿の方が合いそうかなっていう感じはありますね。ただ多分丸屋さんならグリップすると思う、あんだけ硬かったらね、
絹ごしだろうがあんま関係なくいけそうですけどね。うん、ね、目がしっかりと木綿でくるんでいますよって感じがありますもんね。分かったら分かりにくい、このままそうだと分かんないか、あれですけど。お、どうした、チャンネル登録者がいきなり3人も増えてる、びっくりした。うん、まあ、こういうこともありますね。うん、あ、昨日の動画が珍しい、25再生もいってんじゃん、1日では珍しい。まあ確かにちょっとこれは鉄道系の人に当たるかなと思って作りましたけどね。あれの動画ですね。終わり、今、ちょうど、今収録中に放送してるのが、終わり一宮駅と三河一宮駅を間違えてしまったっていう、間違えちゃったシリーズの動画ですけどね。あれで、ね、名鉄の一宮駅の、微細線のホーム、を映したっていう動画ですね。同じホーム、一番線ホームに、同じ時間に、全然別の方向に行く列車が同時に発車していくっていうね。ですね。同じホームで、あ、何分発やなぁと思ってね、並んで待っとったら、全然逆方向に行く列車に乗るためになりかねないっていう、超初見殺しなところなんですよね。YouTube だと、カオストレインさんが確か取り上げてた気がしますよね。安い中だけど、ここは。2本目はシークワーサーで行きましょう。そう、3本で安くなるってスーパーだとあるじゃないですか。3のそびやっとってね、3本で298円になりますよっていうね、やつやったから、やっておったんで、それで買ってきましたというわけですね。ああ、そう、最初ね、シークワーサーってどうなんと思ってたんですけど、あれですね、意外と他の料理合わせやすいですね。うん、いいですね、シークワーサーも。ということで、最近何やかんやでちょいちょい飲んでますね、シークワーサーも。めっちゃ柔らかいな、サクッとこんなうまいんだ。あ、山椒はやっぱ魚いいですからね。言ったことあるかどうかわからんけど、実家でね、飼ってるニャンコが、うん、マックスバリューとかイオンの、刺身をひゅってやったらピュッてやるけど、山椒刺身やとバクバクって食いつくって言ってね、うん、やっぱ山椒が品質いいんだろうなって、ニャンコ分かってますよとか、グルメですねってなんか思いながらね。これ何だったっけ、よもやま雑談だったっけ、違うよな、味噌なんだよな、うん、他の企画もね、8割方雑談ですよね。うん、どっちかと雑談がメインだね、あれになってますから、いいでしょうね。うん、これ、あ、でもこれあれ、もしかして、あ、これ、この動画があれですね、クリスマスに上がるんですね。メリークリスマス。そうか、これクリスマスにやるの、うわあ、きっと世の中の皆さんはね、素敵なクリスマスケーキ。あ、うちのね、4つ目の方でね、地元で売ってるね、それこそ三種さんで売ってる、クリスマスケーキのね、戦略分析とかでやったりとかした動画が上がってますけど、ここら辺に入って、隅っこの方に、ちょっともういいや、ちっちゃくていいや、ちっちゃくちょうどっと出しておきますよ。ね、うん、あ、出したのがありますけど。どうですか、まあ、皆さんはきっと素敵なクリスマスライフを過ごされてるんでしょうね。私は多分この動画がアップロードかかってる時には、夜中の2時か3時ぐらいまで、仕事をして、そのまま、帰って、酒飲んで寝るという予定だと思います。うん、
そっか。まあね、去年のクリスマスはね、ほんともう悲惨なクリスマスでしたからね。今年はまあ去年より悪いってことはないでしょうしね、がむしゃらに仕事をして終わるということになると思います。って言いながらね、何調子、今年を超えるひどいクリスマスはないだろうと言いながら毎回更新してるんで嫌な予感をしてるんですよね。ほんと気をつけていきたいなと思います。さあ、ということでね、美味しくこれぐらい切っても全然崩れないから、やっぱすごいな、この豆腐ふくれた感じしてよかったですね。うんうん、ちなみに今日の動画は1再生しか入ってないのか。おい !1 再生って、うん、あー、豊島駅か。確かにドマイナーな駅だったからな。うん。さあ、美味しくいただきましたと、いうことでですね。うん、美味しかった。あ、やっぱ丸さんさんってだけあって、馴染みやすい味になってますよね。今回のやつは、それが、あ、今回はごまが入ってるだ。うん。っていうことで。うん。ごま感強くなくて、本当に、でも味噌の味をしっかりと楽しめるんで、すごく、で、これだけ取ろうとしてるんで、あれですね、ビギナー向けではあるかもしれません。うん。本当に。でも、しっかりと、豆味噌というのはどういうものなのか、赤だし味噌っていうのがね、はい、ね、どういう味なのかっていうのをね、わかるのにはいいんじゃないですか。岡崎のね、味噌ですし、よくて、東海オンエアさん見てね、結構ですね、岡崎のね、やつ、まあ、五平餅を中心にってなるかもしれませんけど、特産品っていうのがね、うん。いろいろと取り上げられている中で、やっぱり味噌っていうのもね、岡崎の中、ああ、超味噌ですか、やっぱり。っていうところがある中で、で、東海地方に住んでるとね、普通に売ってるんで、そんなに、っていうふうになるんですけど、やっぱね、全然県外の方とかですとね、やっぱしその豆味噌って、赤味噌ってどういう味なんだろうっていうのがね、どうなんだろうってね、なかなか不安になる方も多いかもしれませんけど、そういった方の、ですから、県外とかから来た人とかね、東海地方外の人からしてみると、ちょうど食べやすく、ちょうど豆味噌っていうのがどんな感じかなっていうのが分かりやすい感じだと思いますので、エントランスには細向いてると思います。で、一日の方がどっちかというと、お料理味噌としては、お料理味噌感強いんですけど、こっちの方がどっちかというと、うん、ソフトな感じですかね。その、とろっとしてるっていうのもありますし、っていうのが、あるんですけど、どうだろうな。まあ、そこ、まず最初これで行ってみて、もっと、ガツンとしたのがいいなっていうんでしたら、どんどんと、ちょっと、ね、食べてみてもいい。いやいや、これじゃあ、全然、味噌感感じねえぜっていうような方がしたら、絶対丸屋の方がいいですし、丸屋は、あれですよ。本当、多分、この地方の人なら、絶対丸屋、は一回食っといた方がいいんじゃないかなって感じがありましたしね。これもこれで本当に美味しくいただけますんで、おすすめでございますと、いうことでですね、もうめちゃめちゃうるさい、もう周りもうるさいし、もう洗濯機も終わるしっていうことでね、いう感じで、とりあえずもういいや、今回はこれで終わりたいと思います。またね、もう一本ありますんでね、頑張って撮ってやっていきたいと思いますよ。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。